しょうね。あんたが指揮してる割には期待できそうじゃない。建物に関してはギリギリ合格でもいいわ。問題は中身よ、中身。オープンしたら毎日公演があるんでしょ。アイドルにもそれなりの実力が求められるわよね。私は山ほどあるに決まってるじゃない。心配なのはあんたが集めてきた新人たちよ。たくさんいるみたいだけど本当に大丈夫なの？でも人数が多いとレッスンのスケジュール調整だけで大変じゃない。他にもやることはたくさんあるし、衣装の手配に演出の決定、ポスター貼り、美味しいお弁当開拓、ちゃんと準備できてるんでしょうね。ヘマをしてプロジェクトの足を引っ張ったりしたら承知しないんだから。な、違うわよ。あんたじゃなくて後輩の晴れ舞台の心配をしてるだけよ。何よ、急に改まって。